沢村塾のことです、今日はですね、今久慈浜海岸に来ました。はい、非常にいい天気ですね、非常に気持ち良かったですね。で、まあ、ウォーキングもね、2ヶ月これでね、まあ、ほぼ毎日、続けましたけどね、まあ、大体もう体力が、ね、30代そうですね、感覚でいくと、まあ、半ば、ね、35前後ですね、今40なんですけど、に戻った感じですね。本当にね、140段の、ね、階段があるんですけど、それを登り切ってもね、息切れがもうほとんどしなくなったと、ね、いうことでね、まあ、2ヶ月ぐらい前はね、もう50段ぐらいの時に、ですってね、クタクタになってたんですけどね、もう140、登り切ることができましたね。だから30代半ばのね、おそらく体力も戻ったんやろと、ね、いうことが確信、できましたね。で、これでね、まあ、明日からの茨城キリスト大学さんのね、課外簿記講師やるんですけど、それとね、長時間講座ですね、それが、できそうですね。はい、うちのね、塾でやる場合はね、狭いですからね、あんまり歩くことはないんですけど、茨城キリストさんだとね、非常に広いんでね、こう授業しながら歩くんですね、あちゃこちゃあちゃこちゃ、ね、だから結構ね、体力の消耗が激しいと、ね、いうことだったんでね、まあ、ちょっとウォーキングをやったんですけどね、まあ、それで、目的が、目標をね、達成できましたね。で、明日からね、夏休み特訓ですけどね、火金ですね、朝10時から、火金ね、5、6時間ぐらい、1日ね、やっていきます、ね。で、11月の、ね、日照2級にね、の合格を、ね、目指すと、ね、で走り切ると、ね、いうことをやっていきますね。はい、あと毎週ね、土曜日にはね、日照簿記2級ですね、まあ、これはうちの塾でやるやつですけど、それを毎週毎週やっていくと、ね、いうことでね、まあ、いよいよ、11月の18、11月の21日の前傾ですね、18日が日照簿記、21日が、21日か、18日が日照簿記で、25日、11月25日が前傾簿記と、ね、いうことでね、まあ、非常に忙しい、時期に入っていきますね。はい、またここでね、走り切ってですね、僕自身も走り切って、ね、結果 100% ね、出せるかって言ったら確信は持てませんからね、いろんな要素があるから結果はね、はい、しかし心ですね、変化、進化ね、それは 100% できますからね、自分でコントロールできる部分ですからね、はい、したがって、変化進化ね、そこに 100%、心を持っていき、ね、で日々ね、今すべきことを淡々とやると、やりきると、ね、それだけですね、したら結果は後からついてくるだろうとね、いう発想でね、今回も走り切っていただきます。はい、では以上です。